遠征路側第35回東京スポーツ杯シリーズ5日目の戦いは12レース準優勝戦を迎えています。対戦メンバーです。1号艇広島西島よしのり、2号艇群馬佐口達也、3号艇福岡中辻隆人、4号艇福岡三笘照之、5号艇群馬藤井武人、6号艇福岡長野宗志郎、以上6選手です。陰線は1号艇の西島よしのり、今日の前半戦は逃げてシリーズ5勝目が上がっています。船足仕上がりも万全で、あとはスタートに集中と話します。2コース2号艇の佐口達也、前半戦は接戦の3着争い競り勝ちました。3コースが3号艇中辻隆人、前半戦はまくりで攻めての2着。4コースから1、4号艇三笘照之、前半競り負けての4着でしたが接戦で粘りを見せています。5コース5号艇の藤井武人、近況好調、3節連続優勝を狙います。6コースに6号艇長野宗志郎と決まります。スタートまでは10秒を切ります。第12レースの準優勝戦です。進入隊形インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。スロー勢好スタート。2コースから2号艇の佐口、3コース3号艇中辻が覗いています。一周1マーク、逃げる1号艇の西島、差しは2号艇の佐口、続いていく3号艇の中辻でバックストレッチへと抜け出しています。先頭は押し切った1号艇の西島、リードは2点進です。2番手は2号艇の佐口、3番手は3号艇の中辻、その後ろ2点進後方に4番5番6番と追走。スタートは前提正常でした。1周2マーク、トップで1号艇の西島旋回、2番手は外を握っていく2号艇の佐口と3号艇の中辻、ホームへと理解しています。上位の体型変わらず1番2番3番3選手抜け出しまして、レースは2周目です。その後ろ4点進後方4号艇三笘と5号艇の藤井が接戦、最後方6号艇長野と続いています。2周1マークをトップで1号艇の西島が人気に応えて抜け出しています。リードは4、5点進と広がりました。2番手2号艇の佐口達也、その後ろ4点進後方3番手に3号艇の中辻隆人、上位の体型1番2番3番レースは2周の2マークです。トップで1号艇の西島クリア、2番手が2号艇の佐口、3番手3号艇の中辻でホームへと理解しています。上位の体型変わらず1番、2番、3番で大時計前を通過しまして、レースは最終周回。水が空いて4番手5号艇の藤井、5番手4号艇の三笘、最後方6号艇長野と続いています。3周1幕の旋回から最後のバックストレッチへと確定が抜け出しています。先頭はインからしっかりと押し切りました1号艇の西島よしのり、これで今節6勝目、インの鬼が明日の優勝戦もポールポジションとなりそう。リードを広げていきまして独走状態です。最終コーナートップで1号艇の西島が旋回、2番手2号艇の佐口、3番手3号艇の中辻でホームへと理解していまして、体勢変わらず 1,2,3 で間もなくゴールを迎えます。先頭1番の西島合輪、2番佐口合輪、3番中辻合輪、5番の藤井合輪、4番の三笘、6番の長野が合輪です。以上12レース準優勝戦でした。